はい、こんにちは、ムミですと。はい、こんにちは、カエピーです。はい、というわけで、今回何でしょうか？プレイステーション3の、新三国無双、猛将伝です。はい。難しい、ね、ですよね。感じが並びましたが。そんな人をアホの子みたいに。はい。これは、ね、レジェンドモードです。はい、猛将伝の、新しいモードですよね。猛将伝全然してないからわからないので、うん、今回カエピーのね、プレイということで。はい、うん。とりあえずね、新キャラの、この、大井さん。大井さんね。のシナリオをちょっとやってみようということで、うん、じゃあ、うん、やってもらいましょうか。はい。いや、難しいです。はい。難しいです。まあ、天国と普通はクリアしてるんですけど。ね。ドゥーンドゥーン。まあね、ストーリーもね、あるみたいな、ね。そうですね。その、ストーリー、本編のストーリーに出てこなかった、ちょっとサブキャラみたいなの、うん、ストーリーがちょっとこれで、分かったりとかして。うん、これメメ出ない。メメ。そんな人いないですよ。出ない。こんな武将いないですよ。メメ武将は困らない。自らも兵を率いて、うん、自らもメメを率いて。自害したメメ武将が。不吉だろ。囲まれたメメ武将が。なるほどね。まあこんな感じでないやつはあれ、うん、話が出てくるよね。そうそう。だからメインのストーリーに全然出てこないやつとかいるんですよ。使えるのにあったでしょ、シックスでは。あったね、うん。まあそれでも全員出てきてないんですけど、まだ。これはね、全員出てほしいね。うん、ね、ちょっとね、スポットライトが当たってない。うん、もうそう、金馬長の。対する切り札は裏書ようか、はい、これがね新キャラの、うん、3人のうちの1人、はい、まあ、3人といっても1人はねリストラされてた王族ですが、この地は勝手知ってる庭のようなものです。ちょっとお洋服がね、各地へのあれっていう平坦線の確保は私にお任せください。戦場にはそう、南ちゃんをイメージしてる。南ちゃんとか言ってる感じがバレますね。そう、これがオリジナル衣装のね、無料でダウンロードできる衣装なんです。それをご心配なさるんですね。ね。見てしまうね。ご安心。うん。こういう時ちょっと喋っていいのかどうかいつも迷うんですね。ムービーとか会話とかなるとね。ならばいい。芝居いいね。芝居ね。その冷静さ、あ、音いいけど、偽りでないなら、はい、取ってみせろ。だからね、ちょっと多分声が大きめで僕らの声が多分聞こえないというパターンですが、そうなの？多分ね、聞こえにくいということで、まあまあまあ会話聞こえるからいいや。うん。困ったね。これ今から変えられないの？こっちで大きくするから。うん。馬長は錦と謳われるほどの武人と聞く。まあこういういろいろ。一度はお手合わせ願いたいものだ。手合わせってゆるすぎる。めっちゃ怖い顔してますよなんか。こちらの話。まあまあこういうね。見たりするんですけど、まあほっといて。ほっといてちょっと怖いけど。うん、進めましょう。はい。行くわ。ちょっと違いますけどね。こっちとアップ。は。ゆるすぎるって、あんたがゆるすぎるですからね。ほら、こんな武器なんですよ、私ね。いいでしょ、敵飛ばもいいんですよ、これ。足が速い。足速い。馬いらないじゃない、それ。そう、だから馬いつもね、パカラーンって来るんですけど、うん、あ、どこ行くか、まじで。無視して、もう、タタタターって行くんですよ。敵飛ばより速い違う、これ。あの伝説の、ね、馬より。伝説の馬なんですよね。完全にどころじゃないじゃん、うん、いいでしょ。でまあちょっとこういう感じでね、なんかピックした。一応あれですか、攻撃一通り見せた方がいいですか。これ有料の、これ1チャージ、あ、まだ今ちょっとね、こういうちょっと強いな、この自分ね、もうまだ弱い者いるんですが、まあこれね、ダウンロードコンソールとか結構途中で途切れてるよね。こういう感じの、まあいろいろと強力な技が使えますよと、うん、めっちゃ動き早いな、目がグリグリグリ。そう、ほんでね、あのよくあれいろいろアイテムとか出て拾うじゃないですか、うん、早すぎて拾えない時ある。
と今喋ってるからね、あんまり。何倍速？じゃあちょっと武器を変えてみましょうかね、一回。うん。で、まあ、ここにバリアブルフォースって言うんですよね。こういう、またちょっとみなみちゃんイメージしてみたんですけど、これも。別に好きじゃないんですよね。ほら、爆弾置いてある。おう。ドーン。おう。あんまりこれまだ使ってないんですよね、実は。で、あ、どっちこう。これもダウンロードの100円で。そうだね、できたんだ。ほら、残ってる。こういう感じの爆弾は以前はあったんですよね。シックスではまあダウンロードモーションじゃないね、全然。こんな風にね、ボンバーマンみたいなことになってますけどね。まあ、爆発する間もなく終わってるよ。でちょっと喋ってて何するんかあんまり聞いてなかったんですが、すごいね、爆弾の置き方が。渡したりとかね、あの鉄拳のありさ、ロボットの子おるやつ、あの子もちょっとこういう自分の首渡して爆発させるみたいなやつ流行ってるな。ひどいですね。爆弾蹴るぜ、ね、よく暴発しないもんですな。どっち行くんだろう、まあ、いきなりね、大将を倒したらいかんからね。まあ、ちょっと距離分かってないですが、うん、あとはプレイ、まあまあ、はい、そうなの。まあちょっと難しい。でも結構余裕な馬上がいます、ライバル。ちょっと戻りましょう、本人にね。ほう、うん、ほんで、あの本当はこの人のメイン武器はこれじゃないんですけど、うん、ちょっと今帰れない。今帰れないんです。あ、帰れるか。ちょっと帰れますね。じゃあまあこっちをやめて、これ。おお、じゃあメイン武器に。これもまたこっちちょっと面白武器にしてみましょうかね。おう、ダウンロードで。これも無料で配信されてるんですけど、こういうろうそくの。ちょっと悪魔城ドラキュラシックな、ちょっとまた時代が違うちょっとこの衣装には合わないんですけど、衣装は変えれないんだね、この時は。衣装はそうですね。ちょっと迷子になりかけてますけど、馬上の方に向かいたいと思います。動きめっちゃ速いから余裕すぎじゃない。うん、まあ、裸足っぽいけどちゃんと靴履いてるんですよ、ほら。どうでもいい。分かりづら分かりづら。いや、ずっと話していたやつだな。そう、実は違うんですよ。このローがなかなか溶けないという優れものですね。いや、大曲がってる。まあ、こういう感じの武器なんですけど、ほら、おお、かっこいい。かっこいいでしょ。早すぎてわからん。こういう感じなんですけど、いろいろまあまあ聞かれてるけど。え、あの無双技は？で、そう、今からそれをね。えいや。あ、かぶった。そうそうそう、忘れとった。これ引き出しに使うから。あれ、あ、また使ぶったね。これね、なんていうか、全体にボーンっていくやつじゃなくて、一人をこう、あれなんですよ。ちょっと、フラッシュ形状、ダメ落としてるから、焦ってる、大丈夫。もう一つにだってあったんですよ。そう、これもね、もう、馬長じゃなくてもいいから、誰か、あ、あった。こんな感じで、こんな感じなんです。いや、で、まあまあまあ、次は後でもう一個の無双技2の方もやってみようと思いますので、しばしお待ちを。会いたくてたまらなかったんだって。もうセリフだけ聞くとね、すごくラブイだね。ギャルゲーみたいな。でも戦いたいだけ、きっとそうよ、きっとそうよね。あ、来ましたね。俺リュービー、守る。みたいな子が来ましたけど、じゃあこの子に、あ、またスカブった気がする。どこ行くのこれ。これね、私、ほんまノーコに、ほら。全部が大きい。うわ。悪い顔するでしょ。えぐいな。うん。これが、無双2でございます。言うけど、動揺してたよ。知らなかったけど。
本、あっちの方行っちゃいましょうか、本陣の方ね。サクサクと。足早いしね。早いし。ねえ。こういう感じで。うん、あの武器を切り替えたときに、まあ、これはシックスからありますけど。なんか、ちょっと分身してない？こういう感じで。こういうのも合わせてコンボをしていくという。切り替えて。そうそうそう。まあまあ適当に。さっきなんで分身してたんか。分身？さっき残像みたいな。早かったっすね。こっちのあれかなっていうかも。あ、違うな。ほらほら。これの調筆は全部変わらんの。これで調筆使おうとしても、さっきのろうそくみたいなあれになっちゃう。おぉ。もう、はキャラごとに。待ってるかな。うん。ほら、楽しいんですよね、この武器がね。うん。まあこういう風にまた変わっちゃうという。おうまく決まりましたね。うん。さらにスピードアップしてしまう私。テレポート縮地や。上昇殿がいらっしゃいますね。まあまあもう終わっちゃうからねこれ倒したら。ちょっと、ぐさっとやりたいですね、最近は。あ、やばい。むしろぐさっとやられるんじゃない？やられちゃってましたね。多すぎてどこにいるんだっていう。なんか、わらわら感が増えてるんだよね、もうそうなんですよ。まあ、まあまあ。よし、今だ。チャンス。これね、苦手なんですよね。大丈夫、いっぱいあるから、あれが。そうそう、ちょっと近すぎても、ほら、ね。気にしなくは。まだあるじゃん。難しいな。もうが。うん。誰や、誰やそれ。でも、衝撃で倒れたよ。誰やねん、かわいそう。ね。まあこんな感じ、ちょっと。ここは一旦。ね。ちょっと別の動画見せてみたらね。そう。ちょっとまあまあ。この後まだちょっとムービーがあるんで、もうしばらく。そう。ね。3本。何本見よう。3本。3本ね。ちょっと飲みすぎじゃない？これがまあ本当の普通の衣装なんですよ。もともとのデフォルトの。それ以上飲んで、鎧っぽい感じの、ね。鎧っぽい。主語ですね。芝居殿。芝居に飲むか。たかが将一人を取り逃がしたくない。一人でね。何を落ち込んでいる。焼け酒。諸葛亮も眼色を失うほどの戦運びをしたではないか。あまりお褒めにならないでください。かえって虚しくなります。クールやね。褒めてなどいないわ。あいつツンデレ。ツンデレやね。芝居。住んでる芝居。本当は、ね、追っていきたかったのです。でも、うん、戦前に単価を切ってしまった手前、そうもいかなくて。なるほど。おお。清涼の死神の首。そんな名前だ。それが唯一。死神とか言われてるんですね、馬長は。あと、この子、どんな髪型してんの今思ったけど。右長くて左短いよ。お付き合い。おしゃれさんですね。おしゃれなんかな？うん。こう、流してるんじゃない自分で。左の。スルルルルル。えらい金持ってるからね。そう。いや、これでもまだまだね。いろいろお金いるんですよ。うん。でも難易度でお金がもらえる金額が変わるんで。うん、結構まあね。やりごたえがあるというか。で、まあ、今、これが自分の居城なんですけど。はい。で、まあ、これが副官とかおって、まあまあまあ、いろいろあるんですけど、お店があったりとか。うん。で、まあ、ここで、ちょっとじゃあ、最後に、王位の、衣装をいろいろ。まあ、これさっきの、通常衣装ですね。まあ、ね、で、あ、間違えた。で、まあ、色違い。ゴールドセイントみたいな。なんかね、うん、ゴールドセイントは私わかんないけど、カニ座とまた違うん、それは。別な服とはまた違う。で、こういうちょっと、
普段着っぽい。なんやろね。割とまあカジュアルな。うん、全部これも初めから入っとったり、無料でダウンロードできるんですけど、うん、今オリジナル衣装がさっきの。さっきのな。みなみちゃん。ゃんで、ファンタジー風衣装が。こんな感じ。もうちょっとペラペラしとって。なんかでも暗殺者っぽいですよね、いかに。黒っぽくてね。ねえ。こういう感じで。今、これが無料で配信されてるそうなので。うん、ほら、いいでしょ、うん、俺はこっちを一押ししてるんだ。次はレオタード、レオタード。レオタードがね。レオタード萌えを。見てる人にはどうしよう判断する。サービスと思って、私は良かれと思ってきたんですけど。まあまあ。ここは後でわかるということで。はい。こんな感じで。うん。面白いね、やってみてはいかがでしょうか、うん、ということで、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。